さて今夜もみんなでバトルが始まろうとしている。しかしこのゲームをやっている方々からはみんなでバトルというより醜いバトルということで評判のゲームです。そんな中今夜はどんなバトルが繰り広げられるのか非常に楽しみであります。さてここで選手の準備が整ったようです。1番ゲートピオキング、2番ゲートチャンポンピ、3番ゲートシューのファン、そして4番ゲートに運び屋翔太、そして今回このゲームの主人公であるマリオピオキング選手に目を向けていきたいと思います。小学5年生が作ったみんなでバトル用コース、おそらく選手たちは皆小学5年生が作ったから楽であろうと考えている模様です。ここでレースの開幕。おっとどうしたルイージ、残り物には服があるという選択を狙っているのか、それとも余裕の気持ちからなのか、ルイージ選手非常に落ち着いております。おっとここでゲートが開かれた。そして最初は降りていくステージ、落ちた時の足のしびれなど感じさせず皆降りていく。ここね第2に音符ブロックだ。そして雲、端から端へと走り続けるシャトルラン、そして下にはドーナツが待ち受けている。こんな大きいドーナツがどこに売っているのか疑問に思うところ、そんなの関係なしといった催しでマリオたちは降りていく。ここで問われるのは正確なジャンプ力とタイミング。おっとここでつまずいている。少し時間をロスしてしまいましたが、さらなるギミック、動く床を渡っていく。レース前マリオはこう言っていました。弟には負けねえと、そして女の子にも負けないと。最年長としての意地なのか、ゲート前でマリオはそうおっしゃっていました。さあここで羽生選手に負けないくらいに綺麗な滑りを見せ、難なく氷の床をクリアしていきます。次に待ち受けるのはどんなギミックなのか。おっと先にキノピオとルイージが来ている。このちくわブロックが待ち遠しい。ここで手にしたのはマスターソード、右側にいるブンブンを攻撃する戦略だ。しかしこれは旗から見るとただのいじめ、身動き取れないものを攻撃するという非常に残酷な光景だ。おっとここでルイージ扉への鍵を入手し先に進んでいく。さらにキノピオも入手し先へ進んでいく。全員が鍵を手にしたところでルイージがゴール。そして2番手にキノピオ、3番手にマリオ、そして最後にキノピコ。このレースはチャンポンピンさん、ルイージが制しました。マリオ無念。次のレースに期待しましょう。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。